をしていただいている皆様、本当にありがとうございます。また今回はハロウィンの時期が近いということもあり、会場内をハロウィン仕様にしております。少しでも雰囲気をお楽しみください。はじめに鳴子湧さんの代表下條芽より挨拶があります。忙しい中お越しいただきまして大変ありがとうございます。そしてね、今日多分他の地域でもね、いろんなイベントが行われております。そんな中ね、私どものイベントに足を運んでいただきました。ありがとうございます。まずですね、忘れてはならない昨年の3月11日に起きた惨事ですけれども、余談ですけれどもね、この日は私の誕生日になります。実はうちの踊り子ですね、 OB に2人、そして今現在1人ということでね、この3月11日の誕生日が4人おりました。この日をね、忘れることはできません。本当に未だに仮設住宅でね、不自由な生活を強いられている方々、そしてふるさとを離れなければならなかった方々、改めて被災された方々には心からお見舞い申し上げますとともに、亡くなられた方々にはお悔やみを申し上げたいというふうに思います。本当に今司会の方からもお話ありましたけれども、この復興支援、各地でね、いろんな方々が活動されています。私たちにね、できること、小さいことですけれども、よさこいを通して集った皆様たちのお力を借り、そして地域の活性化ということで、この企画を、イベントを企画させていただきました。本日、限りある時間でございます。たくさんの方々に感謝をして、これからの復興ですね、本当に心から応援するとともに、皆様の協力をいただいて、これからも頑張って地域を、この松田町をね、一生懸命宣伝しながら、各地鳴子ワットさんのイベントを重ねていきたいというふうに思っております。まずは本日いろんな企画をね、踊り子を準備しております。会場準備も昨日あたふたとやっておりました。まずどのような形で最後締められるか分かりませんけれども、まずは皆さんこの会場でね、出展ブースも出ておりますけれども、全て基金は寄付をさせていただくという趣旨で行っております。どうぞご協力のほどよろしくお願い申し上げます。まず本当に長々とお話しさせていただくのもあるんですけれども、本日お越しいただいた皆様に心から感謝申し上げ、そして ご協力いただいたチームの皆様、そして中間私どものね、15周年の曲を制作してくださいましたプレイメンの皆様のライブ、あとゲームコーナーも用意しているということで、たくさんの方にお楽しみいただきたいと思い準備しておりました。まず不手際な点もね、たくさんあると思いますけれども、最後までお楽しみいただきますようにどうぞよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。それでは早速よさこいソーラン一部をスタートしたいと思います。踊り子の皆さんは前の方に、準備の方よろしくお願いいたします。